まさき前日さきあったかいだから涙があふれて手のひらに落ちたよあったかいんだからいつまでも泣いてちゃワクワクってしないでしょ特別なスープをあなたにあげるあったかいだから瞳に映ってるあなたとごすぎさんあったかいだから またね、今日も特別なスープ行こうか。今日はね、早かったからね、プラスチックショップで行ったらね、スタートから税込み699。中国産のメーカーでもね、だから安いんじゃないですか。一応、自分に話して、ね、グラブトで、グラブスタンダードで、これね、2リットルパック、2リットルパック、いいかな、2リットルパック、これね、税込み699円の、また、そうかな。さあ、これの方でしょ、これね。これ、それは、あれだ。多分ね、300のこの、ポケットストーブで、ね、届くと。ポケットストーブ、ポケットストーブ。保険燃料買ってもあんま使わないから、一応ね、あえてもったいないからさ。あの、最近さ、あれ使わないんだよ、この保険燃料。だからさ、あえて使ってもって。最近あの、文化的使えるんだよ、あれ、富士の。富士じゃなくて、あの、北海道のあのメーカーで。あれよく使ってるか、あんま、これ買ってもあんま、あれ、最近の月に入る、あれ使ってるからさ、これ、買って全然使わないからさ、ね、これ、ね、使おうと思って、もったいないからさ。これほっとくとさ、なんだっけ、悪くなっちゃうからさ、この、ね、使用期限って。それ最初に使ってる。あんま使わないよね、あんま固定燃料ね。刺身とか、トントンにさ、これメインでさ、固定燃料メインで普通に調理する人いる方が、あんま本当刺身がメインになっちゃったから、あんま使わないからさ。そんなわけで、結構買ってあるんでね、これ使ってます。あ、でもこれで扱えります。扱うセット。じゃあこれちょっと、締めの取っ組みのポーズ、もう一度取っ組みで、締めの取っ組みで。はい。これで、もう一度、まあ、そして、固定電話に買った。じゃあ、また切ったらいいですね。じゃあ、扱いコーナーこういうのね。もう開封します。これ2リットルパック。じゃあ、ちょっとどこやろうね。もう、片札の音の税込みだけど、もうあれ売れちゃったみたいで、もう避けたみたいで買えてないんで。さあ、そう、プラスのショップの方に買ってこれで690円か。2リットル。そう、たっきり頼む。最初、どれも、どの発注も頼むって書いてあるものです。大事なところで、お伝えします。関付け開始。関付け開始しましょう。いいね。はい、固定電話で感じで開始しました。そんな感じですね。しかもあの、コスビットに固定電話ですね。はい、じゃあ。さあ、次に、じゃあ、これで、今日はね、つまみをね、焼きそばにしようと、焼きそば。あの、大黒屋で焼っぱったんだけど、大黒屋で。大黒屋でさ、
ったんってことです。そうです。それが正解もしまらない。税込み150円だったんで、これ一食で食べてみて、焼きそば。まあ、以前もこれ普通名前で、どうも、人もあったんですね、ここ名前に、いい感じなんです。今ね、今日はやったので、うん、
さんがすごいの。今夜ね、明日のね、真ん中です。まだ、じゃあね、固形ネイガー、もう一つまだかな、固形ネイガーありますね。そうすればいい、いい感じだ。じゃあ、ちょっと出て、今日はね、三色焼きさんの2食分で、カルティー焼きそば、天ぷらそばですね。それにね、ちょっとね、パッチリとばらしてあげよう。うなじみこれ。いかがですか、パラパラーって。これアクセントがいいのか。うざいな。じゃあ、こんな感じで。では、焼きそばで、かぶってやってください。もちろん、ね、肉が入れなかったって言ってもらうよくさ、焼きそばの袋にはさ、多少の水分でさ、水入れてさ、あんまりほぐすから、僕は入れないの。野菜入れてさ、野菜やって空気の水がほぐれちゃうからさ、いつもそうやってます。うん、まあ。うん。うん。そうじゃない、お前ら食べないと思うからね。まあ、そうや、そうや。食べてだすな。ちょっと上の方からこの右の上手にやつであれ、買ってもいいかなと思って、ちょっと使うのね。上手のさ、竹田んぼっていうのに入ればさ、普通製だもんな、買おうかな。土曜日に個ずつだし。あれだ、あれとかいいかもしれないね、今度。今度考えてみるね。上手のやつからね。竹田んぼと、あれも竹田製の福井のみ。そう、だから、あれ、油煎で、カップのね、やっぱ熱いから食べるときね。だから、今は、うん。でもね、結構すぐ、竹散歩で結構スーパー食べたんね。
ないみたいなね、熱はね、なんでもね、それはわかんないね、熱はないみたいな。熱だったら関心なんかできないね、こうやって。熱だったら起きてらんない。僕は平和だからなんてこうやって仕事できるんだな。そんなね、今日はね。うん。昨日はちょっと早くてかったけどね、だから昨日で、ね、こういう多分土曜仕事かな、多分ね。まあ、3月か。でも、3月かね。そしてお花見キャンプ考えるようにね、4月か5月だったかな、去年のね、キャンプ始めたの。花が終わった頃だったから。花見キャンプできるかなって学校のシャーターに多分新聞のシャーターにね、あるんだよ、売り替えでさ行ってきたな、あの辺もし休みだったら行こうと思います。早いからね、三角のことも嫌だな、学校場所はね、ちょっとね、昔の山の部分そうするか遅いんだってな、山の部分はね。日が暮れたまか。意外とダンちゃんの方、日が暮れたまがいいかもしれないね。ダンダムの時期に活躍もしています。23個の時になったら、3月の半ばから自分ぐらいだもんね。最後の方がすごくね、
それもじゃあ、ランさんとね、浦和の学校バスの、あの辺の、桜の町の女、大浦和の学校の。いい格好がするよね。駅から丸を通って、じいさんもらう、行ったもんね、その、駅前で、スーパーと、お店で、そういう感じで。それから、自分のを通って、食べれるまで。いや、結構いいやつだね。うん。電車の上で十分、学校もしない。で、お金はさ、あ、歩きの関係ないもん。もちろん、駅行ったことかやるしだから。まあ、車自体はまあ、スーパー、あ、スーパーしかないか。夏場ね。夏場の時はメインで気が付いてるんで、お金取るみたいって言ったり。冬がそんなみたいな。電車とは関係ないからさ。去年でもってんだって、夏場の頃から言ってんだけどさ、言うから、あ、駅から歩いてきましたって言えば、うん、ただ一日、何百円かなんだけど、回ってくんだよね。でも歩いてきたって言えば大丈夫や。あ、そう歩きねって言ってもいいから。まあ見ればわかるよね、周り。車だとバイクだったら、周り見てもね、そういうのでもね。そう、あそこかさ、そうだ、ラスターはね、夜物に乗ってきた人は、あれ、自分で運転してるって言いますね。その駐車場所が、もう、つかんないね。まあ、公共コースも、だいぶ太る。でもいいな、学校場所だ、お母さんだ。釣りもできるみたいなね、動画とかも学校で釣りやってるっていうもんね。ポイントを上げて釣ったけど、釣りがやんないからもうやんないね。そうって感じだ。今もね、難しいの釣りの漁業権のようだったらね。お金かかる場合もあったらね、普通に趣味やるにしてもさ、ちょっとあの、地元の漁業組合がちょっとお金払わないようにできないのも難しいね。難しいですね。あ、そうだ、でも、あれ。新着団とかあれ、新着団。いや、この、あの、お金払んでもあれ、あれね。新着、新着とか。運営業者みたいなやつね、そういうやつ。払んだら、どこに。なんだか、それから。こうね、新着団とかね。移動するためのお金を払わないって。まだわかんない。ただ細かく調べないのに怖いよね、あれね。無料とか言うんだからね、その辺するのね。うん。もう釣りやんならわかんないからね。もうやらないからね。釣り場もないしさ。なんか餌もつけたかわかんない。釣れた場合でも魚の外し方もわかんないみたいな。全然わかんない。動画なんかにすごい上手い人いるよね。タッチアンドリネスとしてさ、釣った魚捕まえて刺せてさ、針取ったの上手いなと思って、もうあんなことできないよね。かかった魚が口から針を離してさ、また戻したりさ。でも慣れないできないよね、あれね。もう、あれもできないよね。魚の口が刺さってさ、釣り針をさ、釣るの、難しいよね。そう、動画だもんね。やったことねえもんね、あの。釣りやってみたいけどね、なかなかね、難しいし、ね、餌だもん、大変だもん、餌気持ち悪いもんね、魚の餌ってジミジミしてさ。あれもダメやもん、ミミズみたいなんでしょ細かいビルがさ、嫌だもんね、あれこそ気持ち悪くて、釣り嫌だもんね。あれに風邪でも餌がね、ミミョってしてんの、ね。わーってね。どっかやったらダメだろうね、嫌いだろうね。慣れ慣れないしできないならね、餌の、餌気持ち悪いようになるしね。うん、まあね、これもこれとしてなかったね。もう明日使っていただきますか。じゃあ、大島と釣り一本。今日買ったこれ。いつまで持つかな？今日開けた20キロパック。今日開けました。いつまで持つか？じゃあまたおやすみなさい。
この辺で終わります。